屋久島の山奥には山姫というものが住んでおったそうじゃ。山姫は大変美しい女子で、山姫に出会って山姫が笑うのにつられてついうっかり笑い返してしまうと、二度と山から帰ることはできんと言われておった。キスケ、まだ竹はあったかいの？いや、もう残り少のうなった。外に立てかけてあるだけじゃ。じゃあ明日にでも山に竹取りに行くか。助けとキスケというこの二人の若者はようやく一人前になったばかりの竹細工の職人なのじゃった。のうキスケ、わしらもそろそろ大物の細工物を作ってみたいの。そうじゃの。しかしそれには大竹がいるぞ。なに、こんだけ雨の多い島じゃ、山の奥の方へ行けば大竹なんぞいくらでもある。そうじゃな、大竹で細工物作れば高い値で売れて一儲けできるの。助けとキスケはこんなことを話しながら宮の浦の向こうの地獄段と呼ばれる谷の方へ登っていった。のう助け、ここいらの竹でどうじゃ。いや、このぐらいの竹ならそこいらでいくらでも手に入る。もっと奥に行かにゃダメじゃ。じゃがこの先はもうすぐ地獄段じゃ。これ以上奥へ入ると山姫が出るぞ。なーに、出たら出たってそん時じゃ。ここで弱気になったんじゃ一儲けもできんぞ。やっぱり引き返そうや。わしゃなんだか気味悪うなってきた。何言うとるんじゃ。一儲けしようと言うたのはお前の方じゃろが。助けはキスケの言うことには構わず、島の者が誰一人として入ったことのない地獄団の方へと進んでいった。キスケも置いていかれてはかなわんと一生懸命助けについていった。あった。二人の目の前には深い森の茂みに囲まれた見るも見事な竹林があった。なんと見事な竹じゃ。胴回りもこれなら三尺はあるぞ。こげな太い竹わしゃ今まで見たことがねえ。して来た甲斐があったというもんじゃ。わあ、キスケ。そうじゃのう、そうじゃのう。助けとキスケは大竹の中でも特に立派なものを選んで夢中で切っていった。十分じゃろ。キスケ、こっちはどうじゃ。こっちももうすぐじゃ。急げや。さっきから何やら雲行きが怪しゅうなってきたぞ。あ、こりゃいかん、もう降ってきた。Thank you.
本降りになってきた。どうする助け。それもこそれもやむのを待つしかねえだろう。うわあ、何？何をビクビクしてるんじゃ。ただの雷じゃ。いや、何も聞こえんかった。これ、やっぱり聞こえてくる。山姫じゃねえのか？キスケがどこをどう探しても助けの姿は見当たらんかった。途方に暮れたキスケは日の落ちかけた山道を仕方なく下っていった。やっぱり下の方の小さな竹で我慢するんじゃった。結果、やっぱりお前の言うた通りじゃった。山は越え、山は越え。キスケは山は越え、山は越えとつぶやき続ける助けを背負って山道を下っていった。この話を聞いて島の人たちは。
それはきっと山姫じゃ。山姫の怒りに触れたんじゃと噂しあった。それからというもの、島の人たちは山奥深く立ち入って山を荒らすようなことは決してしなかったということじゃ。